ホス、こんにちは。今日はフットワークの基本、これだけはやっとけラダートレーニングに続き、これだけはやっとけロープトレーニング、縄跳びのトレーニングをいくつかご紹介したいと思います。縄跳びのトレーニング、目的はいくつかあります。ボクサーや格闘家の人が、縄跳びを跳んでいるトレーニング風景っていうのはよくテレビなどでも、目にすることがあると思いますが、まずなぜ縄跳びを跳ぶのか。もちろんウォーミングアップ、体を温めるという意味もありますし、減量のために、汗をかくためにずっとゆっくり跳ぶっていう人もいると思います。よく、縄跳びトレーニングの目的として言われるのがリズム感を養うため、それももちろん、大切な要素です。そして手首の強化、縄跳びが重いロープを使う場合は、手首の強化、手首というかこの前腕の、強化にはつながります。なので握力がある程度強くなるので、パンチを打つ際には、握力高い方が、しっかり硬く握ったパンチが打てるので前腕が鍛えられるというところは、その点でもいいと思います。で、今回は、このトレーニングの中で、重要視したいのは、フットワーク、足運び、そして体幹、ブレのない体幹を養うためのトレーニングとしてロープトレーニングをご紹介したいと思います。ですので、使う縄跳び、ロープは重いものじゃなくて普通の縄跳びでいいです。今回僕は100均の、縄跳びを使いたいと思います。まず基本的な跳び方、跳ぶ際にどんな跳び方でも注意しておきたい部分というところをご紹介したいと思います。まずこのロープトレーニング何のためにしてるかっていうと、格闘技のためにしてるわけなんで、自分が戦う時に大事にしないといけないところ、注意しないといけないところをこの縄跳びの中でも注意しなければなりません。ということは、ジャンプをするとき、普通にジャンプする際はこの棒立ちですが、構えているときはこうなってます。その角度の違い、構え方の違いはありますが、他に注意する場所としては、顎が上がったり頭がグラグラしてジャンプしない、常に顎は引いてパンチをもらっても大丈夫な姿勢、相手上目遣いで見れるような姿勢でジャンプします。こんな感じですね。そしてフットワークというところを意識するところでは、僕が最も大事にしているのはこのつま先立ち、つま先立ちで常に飛ぶというところです。ジャンプするときも着地したときも常につま先、で、静かにジャンプします。着地した時にドスドス音を立てたり、毎回かかとを地面にドンと、踏みしめるような飛び方じゃなくて、つま先立ちでなるべく軽やかに静かに、飛ぶのを意識してみてください。これはもう戦う時も同じで、ステップっていうのはこうドスドス、踏み込む時はこうドスンっていきますが、基本的なステップとしては静かに膝のクッション、足首のクッションを使いながらステップをするので、それと同じようにそのクッションを養えるようにジャンプします。そして次に大事にしたいところは脇です。ジャンプするときにこう腕に力が入って、こんなに腕を開いてジャンプしたり、腕ごとこうやって回したりしないように、パンチを打つとき、構えるときに脇を締めるのと同じように脇を締めて、なるべく肘は体に近い状態でジャンプする、脇を締めてジャンプするというのを意識してみてください。そして最後に大事なのが、体がぶれないことです。ジャンプをして着地をするたびに、こう毎回違うところに着地をしてしまったり、上体がくねくね大きく曲がって大きくくねくね動きながらジャンプをしないこと、常にちょっとおへその下に力を込めているようなイメージ、体はまっすぐ背筋を伸ばして、まっすぐ飛んで毎回同じ場所に着地するイメージ、飛び方によっては多少場所が前後することはありますが、基本的には、真ん中同じ場所に戻るようにジャンプをします。以上の点を踏まえた上で、ロープトレーニングをしてみると、かなり、体感的にも変わると思います。そしてこの体をまっすぐ
保ったままジャンプするというのは、もちろん脇を締めているのもそうですが、ここ内もも、お尻の下あたり、その辺をキュッと締めていないと体っていうのは結構ブレます。なので自然とこのあたり内ももから、お尻の方にかけて、ちょっと力が入るというか負荷がかかります。それで飛び続けることによって自然と、蹴ったりパンチするときに必要な筋肉、そしてステップワークのときに必要な筋肉っていうのが養うことができるので、ただ飛ぶだけじゃなくて飛ぶときに、どこに力を込めているか、どこを意識して飛んでいるかっていうのも、ちょっと頭の片隅に置いてジャンプしてみると、縄跳びを飛ぶ意味っていうのが、大きくなってくると思います。それではいくつか飛び方をご紹介したいと思います。ステップワーク、フットワークを養う、そしてジャンプするとき、どんな飛び方であっても体幹部分をしっかり意識することによって自分のパフォーマンスはかなり上がってくると思います。もちろんスタミナトレーニングとして二重跳びなどをずっと1分間ですとかラウンド数こなしても結構いいトレーニングになると思います。ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますのでよろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。